ド伝いって。ももちゃんね、木下ももかちゃん。はい、ということでですね、YNNNB48 チャンネル生配信2回目ということなんですけども、うん、今回はこのメンバーで60分間お送りしたいと思います。はい、さあというわけで、では最初のコーナーに行きたいと思います。生で企画会議、イエーイ、企画、はい、NMB48 チャンネルではですね、自分たちがやりたい企画ができるかもしれないということで、いろんな企画を自分たちで考えていきたいと思います。で、その前に実は先日行われた、まあ、今もお話ししましたけども、サードアニバーサリースペシャルライブの裏側でちょっとした企画もやってたんですよ、ね、最初はその様子をちょこっと皆さんに見ていただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。うわぁ、ちょっと懐かしくなるかな。あっ、リハーサル、リハーサルな大喜利。こんな NMB48 は嫌だ。どんな大喜利？これ、ボックス引いてみようって感じ。録画中？録画中です。猫支配人がふさふさ。それ支配人だけの問題じゃないですか。できます。じゃあカメラに向かってきて、一回直そう、もう一回やり直し、やり直そう、やり直し。あ、もうやったらこれ一回ちょっと、ラツインもう2回も引いたいからやりなさい。じゃあ行きます。ラツインのキス顔まで3、2、1。もうラツはやって、こんな間。じゃあうちが引いたのやつかな。よーい、もしやった。はい、ありがとうございます。いきまーす。みんなちゃんとしや。ヨネちゃんのマネはさ、みんなさ、もう全然違うマネして。見たまうんっていつも気持ち悪いアニメ声だ。どんなの？君のことが好き。逃げんなよ。もう嫌や。やちょっと入れてください。でもみんなこんなことしてるんですね。そうやな、もう気軽に喋れるカメラ置いてたもんね。でもずっと撮ってましたもんね。何でも緩いですね、ここは。何でも緩いですね、様子にしても。まあね、いいことですけどね、ありがたいですけどね。まあみんないろいろやってましたけど、キス顔、夏美とかもね、見たかったな、もう一回。あ、見たかったですね。夏美はやらへんやろ。やれへんかな。絶対やらへん。アイドルですもんね。え、じゃあ代わりにももちゃんとかやってくれてもいいで、今じゃ。いやちょっと見とけないもん。いやもういいよ。ちょっと芸人さんで例えたノンスタイルの井上さん。最近さ言われてんねん、や、髪の毛さ趣味にしてさ、全然ちゃうねん、や、形が。はい、ということでですね、今回の VTR は初日の舞台裏ということでですね、2日目13日の舞台裏バージョンは後日配信されるらしいので、皆さんお楽しみに待っていてください。さあ、そして YNN はいろんなロケをやる番組なんですけども、この前ロケに行ってきたのは誰ですか？はい、この前行ってきました、しゅーちゃん。この前ね、チーム M さんのゆきゆきさんとあやかさんと3人で行ってきました。あ、そうなんや。そう、意外な。あやちゃんって、あやばあさんです。大丈夫やった？なんか結構グダグダ。やりにくいやろ、あの子。ちょっとやりにくい、あの子やりにくい。最近マシなってきてんけど、やりにくい。そうなんですよ。そんな広いところで言っちゃう、そんなこと。ちなみに何やってきたの企画？あ、なんか農業をやってみようっていう企画で、シューがずっとコンバインに乗りたいって言ってて、それでゆきゆきさんが何だっけ、お米を作りたいって言ってて、なんかあやこさんよくわかんないんですけど、なんか何だっけ、温泉のなんか言ってたんで、はい、それを三つじゃあやってきてよ。コンバインって何？コンバインってあれですよ、あのお米のやつで。何笑ってんの？何笑ってんの？何笑ってんの？何なんか乗り物？そうそう、そうです。あのブーみたいなやつやんな。そうです、なんか稲刈るやつです。そうなんや。なんかそうやってやらなくても生きがいです。すごい、なんかその VTR があるの？はい、ちょこっとお見せするんで見てください、ご覧ください、どうぞ。かわ
ちょっとまだまだありますよ、あやかさん。でも突合かな。わーい、あ、なくなってる、なくなってる、すごい、すごい、あの、届かれた、すごーい、イエーイ。やっぱ裸の付き合いしよう。温泉何なんすか。せよ、ちょっと三田の家まで行って、ほんま殴りに行こうかな。